日本関東地方神奈川県横浜市朝日区、鶴ヶ峰鶴ヶ峰は横浜市朝日区の町名。二股川とともに横浜市の主要な生活拠点を形成する。現行行政地名は鶴ヶ峰一丁目及び鶴ヶ峰二丁目。住居表示は未実市。朝日区東部にあり、水道道を境に南西が一丁目、北東が二丁目となる。 東西に相模鉄道が走り、2丁目に鶴ヶ峰駅が設けられている。総鉄の北側に片平川が流れ、北端の鶴ヶ峰本町との境には国道16号が通る。国道は町内で厚木街道と分岐する。南東端鶴ヶ峰1丁目と川島町の境には東海道新幹線が通過する。一丁目の厚木街道沿いには 朝日区役所や朝日消防署など観光所が集まる。二丁目には国道から伸びる専用橋を介してバスターミナルが設けられており、2009年の開国博愛150開催時にはヒルサイドエリアへのシャトルバス発着場となった。2007年には二丁目の駅南口に再開発ビル、ココロット鶴ヶ峰がオープンしている。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、鶴ヶ峰1丁目51番4の地点で17万3000円、平方メートルとなっている。かつての続き郡今宿村の一部で、1889年4月1日に、周辺の村と合併、と岡村大技今宿となる。1939年に横浜市に編入され、ほどがやく今宿町となった。 1968年3月15日に、今宿町、三丹田町、白根町、川島町の各一部から鶴ヶ峰を新設。1969年10月1日、ほどが役から旭区を新設。旭区鶴ヶ峰となり、現在に至る。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。この地域は、二股川と共に、鎌倉時代初期の武将、畠山重忠が討たれた場所に近いことから、畠山重忠や古戦場に関する史跡が複数。 残されているも参照。なお、これらは、横浜市登録地域文化財に登録されている。町名の由来は、鶴が水流を表し、川の流れるところにある山という説と、この地に鶴が飛来したという説がある。なお、全国的にも、鶴がつく地名はたくさんあり、鳥の鶴ではなく前者の説のように水流を意味している、例も多くある。商店街の規模が大きく、 価格がリーズナブルな店が多い学生街であるが、この地域には高校及び中高一貫校はない。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。